早速第1位は、すべてが最強の曲。バルファルク、筋力の強制。今回の BGM 総選挙では、詳細な順位は明かされなかったんだけど、唯一この曲だけ1位だって発表されたんだ。バルクさんの戦闘 BGM ですね。確かにこれは超人気曲ですよ。今回の総選挙がある前から一番好きな BGM として、数多くのプレイヤーがこの曲を挙げていたよね。この曲はコーラス入りの看板モンス曲で、激しい曲調なんだけど、コーラスによって美しさも表現されているんだ。どこか儚い雰囲気があります。天水流という彗星をイメージしたモンスのバルクさんだけど、その彗星の美しさと相反する衝突した時の危険性なんかが絶妙に伝わってくる曲だよね。確かにバルファルクというモンスの美しさと恐ろしさの両面が見事に表現されてますね。そんな筋力の強制という曲だけど、この曲は実際にバルクさんと戦闘している時に流れることで完成するんだ。え？どういうことですか？バルクさんと戦ったことがあるハンターなら、忘れたくても忘れられないと思うんだけど、なんと戦闘中、バルクさんが必殺技の彗星を放ってくるときに、この曲もサビを迎えて一瞬無音になるんだ。なんですかその胸熱すぎる演出は？彗星と衝突した衝撃を無音で思い知らせるという、ゲームならではの演出に鳥肌が止まらなかったよね。それはさすがに神すぎますね。筋力の強制はライズバージョンもあるから評価割れただろうけど、それでも堂々の1位に入ってくるのが、さすがの人気だよ。名実ともにモンハン界最強 BGM はこの曲ですね。ここからは詳細な順位は発表されていないけど、トップ10にランクインした曲をそれぞれ紹介していくよ。よろしくです。まずは惜しくも2冠ならず、GO が鮮烈なる走行。おお、モンスター総選挙ではオーガさんは1位でしたが、BGM 総選挙でもトップ10入りしてるんですね。残念ながら1位にはならなかったけど、トップ10入りはさすがだよ。この曲の曲調はまさに、オーガさんの戦いっぷりを表すように、苛烈で攻撃的なんだ。確かに全体的に荒々しい感じです。それはこの曲が、モンハンでは珍しく、ロックの要素を取り入れているからだね。ロックって言うと、エレキギターとかですか？まさにそのエレキギターが使われているんだ。そもそもオーガさんの主要部位がエレキギターだから、BGM にもエレキが使われるのは、もはや必然とも言えるよ。へぇ、そんなつながりがあるとは、粋ですね。だけど、ただロックなだけじゃなく、演奏のところどころに三味線や拍子木などの和楽器も使っていて、オーガさんが看板モンスのサードの和の雰囲気も、大切にされているんだ。和とロックが融合してるんですか？そりゃかっこいいはずです。特に最新作のライズシリーズも和の要素が多いから、改めてオーガさんの曲が注目されたってのもあると思うよ。オーガさんの荒々しさと和が演出されている、鮮烈なる走行、最高です。続いては BGM も伝説級国有ミラボベアス。舞い降りる伝説ワールドバージョン無限の勇気を持ちて。やっぱりミラボさんは BGM 総選挙でも爪痕を残してきますね。この曲はアイスボーンにて復活したミラボさんに用意された曲で、冒頭に混声合唱による迫力満点のイントロが追加されているんだ。このコーラスの絶望感がやばいですね。まさに近畿を前にしたって感じがひしひしと伝わってきます。そして、この曲は舞い降りる伝説と無限の勇気を持ちてという、2曲のメドレーになっているんだけど、無限の勇気を持ちてのメロディーは、ワールドのテーマ曲、星に駆られてを、軸にした曲になっているんだ。あっつ、ただでさえ神曲なのに、そんなつながりもあるんですか。ワールドをプレイしてきた人たちは特に、聞き覚えがあるのに、どこか重厚で凄みがあって違う、という不思議な感覚を引き起こすんだ。それゆえにミラボさんの特別感が表現されていて、まさにうってつけな曲だと思うよ。ただかっこいい曲ってだけじゃなく、アレンジすることによる、そういった効果まで計算されているとしたら、マジでヤバすぎますね。続いては、どこかで聞いたことあるはず。ラギアクルス、海と陸の共振。おお、モンスター総選挙で3位だったラギアさんは、曲もトップ10入りですか。この海と陸の共振は、ラギアさんのテーマでありながら、フィールドの孤島の汎用戦闘 BGM でもあるから、どこかで聞いたことあるって人は多いんじゃないかな。聞き馴染みがありますね。それにテレビなどでもよく聞くような気がします。そうそう、実際この曲はテレビや各種メディアで使われやすい曲なんだ。というのもイントロ部分がかなり印象的なメロディーになっているから、ジングルのように使いやすいんだろうね。なるほど、そういう事情もあってランクインしたってのもありそうですね。もちろんそれもあるだろうけど、そういうことを抜きにしてもこの曲は超かっこいいんだよ。オーケストラの演奏に民族楽器を取り入れることで、ただ激しいだけじゃなく、海辺の明るい雰囲気も表現されているんだ。そんな工夫があるんですね。
確かにこの曲って絶望とかより勇気が出るような曲調です。トライのモガの村の民族っぽさがイメージされているんだろうね。しっかりとストーリーに沿ってよく考えられた BGM で。だからこそのこの人気だと思うよ。いつからギアさんが復活したら、改めてゲーム内でこの曲を聴きたいです。続いては特殊個体固有の BGM。タケリハデルブラキリオス、タケリハデルタケッコナエ。臨海ブラキさんの固有 BGM ですか。そうそう。ブラキさんの BGM はタケキコナイという曲なんだけど、タケリハゼルタケキコナイは全体的に曲のテンポが速くなっていて、ところどころにコーラスが入るようになっているんだ。ほう、よりワールドらしい、神々しい雰囲気になってますね。それになんだか固有種の曲みたいな絶望感も感じます。それはこの曲がとある条件を満たした時に流れる、特殊な BGM だからだね。どういうことですか？実はこの曲は臨海ブラキ参戦で常に流れているわけじゃないんだ。平常時の臨海ブラキさんとの戦闘中は、通常個体と同じ BGM が流れるんだけど、臨海ブラキさんが瀕して前になって、導きの地のエリア15に移動すると、このタケリハゼルタケキコナイが流れ始めるんだ。確か臨海ブラキさんがエリア15に移動した時って、何があったんでしたっけ？この瀕死直前の臨海ブラキさんがエリア15に到達したら、地面を殴り続け、粘菌を1点に集中させ、最後の左パンチを叩き込んだと同時に凄まじい大爆発が巻き起こって特設リングのようなデスマッチ空間へと変わるんだ。さらに臨海ブラキさんの口角が真っ黒に変色して粘菌の性質がさらに凶悪なものに変化するんだよ。そんなとんでもないことが起こるんですか？マジで固有球ですね。その形態変化に伴って BGM も移行するから臨場感が半端ないんだ。確かにその形態変化とこの曲への変化があったら絶望感が半端なさそうですね。演出と一緒に特に印象に残る曲だし、この曲がランクインするのは納得だよ。これはかっこよすぎます。続いてはモンハンシリーズ初の歌物、ナバルデウス化身。なんとこの曲はモンハン初の歌物の曲となっているんだ。コーラスとは違うんですか？そう、この曲は独唱かつしっかり歌詞が付けられているんだ。おお、そんな BGM があるんですね。そしてこの歌は歌姫という、ゲーム中に登場する友人族の女性キャラが歌っているんだよ。だから歌詞も友人族の言語という設定だそうなんだ。そんな感じのゲームとのリンクもあるんですか？これは熱いですね。ナバルさんの雄大な雰囲気と海の神秘さが伝わってくる素晴らしい BGM だよね。歌詞の内容も生命や大地、海について語られていて、ほんとナバルさんにぴったりなんだよ。マジで壮大ですよ。ちなみにゲーム中ではどんな感じで流れるんです？エリアさんでの戦闘開始時に流れ始めるんだけど、イントロの徐々に盛り上がるパートで、ナバルさんがブレスのチャージを始めて、本気の激流ブレスを放つと同時に、サビに突入するっていう構成になっているんだ。おお、この曲もゲームと繋がってるんですね。これはプレイしてたら印象に残りますよ。それに歌詞があるってことで空耳ネタもあるし、いろんな意味で印象に残りやすい曲だったんだろうね。なるほど、そういう理由も。でもいろんな楽しみ方ができるのも神曲ならではですよ。続いては BGM も乱入する？バゼルギウス、ヒライゼシケラカツヒドウ。BGM も乱入するってどういうことですか？バゼルさんはワールドにおけるイビル嬢さん的な枠で、他モンストの戦闘中なんかに乱入してくるわけだけど、バゼルさんが乱入してハンターの目の前に現れると、なんと曲までこのバゼルさんの BGM に変わるんだよ。そうだったんですか。だから BGM も乱入なんですね。そうそう。どんな BGM も上塗りするっていう性質を持っているんだ。しかもこの曲の曲調はめちゃくちゃ不穏な感じだから、より乱入された時の不安感が強まるようになっているね。バゼルさんが乱入してきた時のあの嫌な感じは、この曲のせいもあったんですね。それは間違いないと思うよ。前半はどこか怪獣映画を思わせるような、重々しいメロディーが特徴で、バゼルさんの爆撃機のイメージから軍歌のようにも聞こえるんだ。とにかくバゼルさんの恐ろしさを表現した曲ですね。シンプルに曲自体はかっこいいから好きだって人も多いんだけど、トラウマを感じるから苦手だって人もいる曲だね。何にせよ多くの人の心に残った曲なんだよ。まさに気高き非道って言葉がよく似合う曲です。続いてはオスとは思えない魅惑さ、玉三つ根妖艶なる舞。三つ根さんの BGM はその雰囲気にマッチした超和風な曲なんだよ。やっぱ三つ根さんは和風なんですね。使っている楽器も三味線にこと尺八、小鼓などめちゃくちゃ和モチーフなんだよね。同じ和風でも激しめのオーガさんの BGM や風情ある自然を表現した渓流の BGM とは違った品があって落ち着いた曲なんだ。
三つ根さんの優美なイメージが伝わってきます。三つ根さんといえば、クロスの四天王の一角だけど、他の四天王たちの BGM とは違って、強調された部分もなく、サビを含めて全体的に落ち着いている曲調なんだよね。ただその優雅な感じが三つ根さんにぴったりで、長らくファンの多い BGM なんだ。そのおかげかモンスター総選挙ではトップ10入りを逃しましたが、BGM 総選挙ではこうしてトップ10入りを果たしたわけですね。ちなみに曲の鳴り始めから2周するまでが、ちょうど3分になっているから、カップ麺を待つ時にはちょうどいい BGM だよ。この曲流して待ってたら、カップ麺がカップ麺じゃなくなりそうです。続いては氷とピアノのコラボ。イベルカーナ、ソーレイマトイシ銀盤の鬼人。カーナさんのテーマ曲であるこの曲は、氷を操るカーナさんのイメージに合わせて、ピアノが多用されているのが特徴なんだ。確かにモンハンの曲って、オーケストラのイメージが強いので、ピアノは特別感がありますね。他にも金管楽器のメロディが目立っていて、カーナさんの美しさと荒々しさがうまく表現されているんだよ。氷のイメージもありますが、曲からも女王って感じがひしひしと伝わってきます。実際、サントラのライナーノーツにも、女王というイメージが伝えられたと書かれているんだ。この曲に合わせて華麗に戦うカーナさんは、まさに氷の女王と呼ぶにふさわしいよね。リズミカルなメロディも相まって、カーナさんに翻弄されてる感がすごいです。ピアノだけの長いパートも存在していて、まさに踊らされてるって感じの曲だよね。BGM だけでハンターの心情まで表現しているのがすごすぎますね。続いては、固有の王に捧げる曲。ムフェトジーは王の座標。固有の王と呼ばれる石油ムフェトさんの曲だけど、どことなくミラボさんの曲の、舞い降りる伝説を彷彿とさせる曲なんだよね。ああ、確かに。コーラスが前面に出た感じがかなり似てますね。全体的にどこがサビでもおかしくないような曲だから、とても盛り上がりの大きい曲調になっているんだ。まさに固有の王にぴったりの豪華な曲だよね。ムフェトさんとの戦闘中、一瞬も気が休まらないのが、表現されてるかのようです。ちなみによく聞くと、終盤とループ直前には、あの英雄の証のアレンジが繰り返し入っているんだよ。また、古代樹の森の BGM のアレンジっぽい箇所もあるし、いろんな曲が使われている集大成な曲なんだ。へえ、そんな仕掛けがあるんですね。これは特別感の強い曲ですよ。また、ノリ状態では特徴的な金属音が入るようになったり、敵視中には原曲をかき消すような、テンポの速いメロディが追加されたりと、状況によって様々な表情を見せる曲なんだよ。一曲でいろんなバリエーションが楽しめちゃうんですね。特別な仕様も多って感じです。さてここからは公式からは、どれくらいの順位だったか発表されていないけど、YouTube での再生数や口コミなどから、順位が発表されていたらかなり高い位置だっただろう曲を、いくつか紹介していくよ。おお、擬似的な総選挙の続きですね。というわけでまずは第2形態の戦闘曲。天津が土、嵐の中に燃える命。天津さんの戦闘 BGM ですね。そうなんだけど、この嵐の中に燃える命は、天津さんの体力が 60% を切った時に流れ始める曲なんだ。え、ってことは途中で BGM が切り替わるんですか？そう、これは当時としては洗礼のない演出で、プレイしていた時はかなりびっくりしたよ。でも、相当熱い演出ですね。うんうん、この曲に切り替わる時、数秒間音が流れない瞬間があって、その後、ワンテンポあって、天候と天津さんの姿が変わり、天津さんの方向とともに、この BGM が始まるっていう、鳥肌必死の流れになっているんだ。おお、芸術点高すぎるでしょ。天津さんのまさに天才級の力と、それに立ち向かうハンターの勇気が、見事なまでに表現されている曲だね。嵐の中に燃える命ってのは、天津さんの命と、ハンターの命ってことなんですね。いやー熱すぎます。天津さんを倒すと、嵐が晴れる演出とともに、この BGM もプレイヤーの記憶に深く残っているはずだよ。この曲を聴いたらプレイヤーの命も燃えること間違いなしです。続いては、琵琶法師ムービーを生かした曲。マガイマガと悪役無道。ライズをプレイしていたら確実に印象に残るのが、琵琶法師ムービーだと思うんだけど、この曲のイントロはその琵琶法師ムービーのメロディと、全く同じなんだよ。どこかで聴いたことがあると思ったらそういうことですか。まさか琵琶法師ムービーが、看板モンスの曲に繋がるとは思わないから、マガドさんと対峙してこの曲が流れ始めた時は、全ハンターが胸熱になっただろうね。これは憎いですね。あと、イントロだけじゃなくて全体的に日本っぽいです。そうそう、この曲の特徴として歌舞伎や浄瑠璃などに使われるような、日本古来の音楽からの影響が強くて、琵琶以外にも和笛や男性中心のコーラスが、印象的に使われているんだ。
なるほど、ライズの輪の世界観が表現されてるわけですね。だけど雅やかな感じじゃなくて、マガドさんらしい。マガマガしさが伝わってくるのが、この曲の個性だね。まさに妖怪のおどろおどろしさが伝わってくる曲です。続いては、宿命の戦いを描いた曲。グランミラオス・モユル冥界。まさに禁忌モンストの戦いに、うってつけの雰囲気を醸し出している曲で、圧倒的な壮大さがあるんだ。ミラオスさんの脅威や人類と国有との宿命とか、いろんな要素が見事に曲に昇華されてますね。そうそう、開幕からいきなり危機感を煽るような盛り上がりや、絶望と美しさが共存したコーラスに鼓動を揺さぶる重低音と、ものすごい存在感のある名曲なんだよね。これはどうあがいても狩猟魂が燃え上がりますよ。そして特にヤバいのがサビだね。盛り上がりが最高潮になったところで、演奏が一瞬静まり、トライシリーズのメインテーマ、生命あるものへが、アレンジされたサビに突入するという構成なんだ。なんて粋な演出なんですか。メインテーマがサビになってるって、さすがに反則すぎるでしょ。歴代のラスボス BGM の中でも、ひときわ壮大だと思うよ。プレイヤーからの人気もめちゃくちゃ高くて、この曲が登場した当時から音源化を望む声が相次いでたんだ。これはトップ10入りしていてもおかしくない名曲ですね。ミラオスさんが最近の作品にも登場していたら、間違いなくトップ10入りしていた曲だと思うよ。この曲を聴くためにも、ミラオスさんはぜひ復活してほしいです。続いては、まさにドラキュラの曲、メルゼナ・アカルシルヤエン。この曲で一番特徴的なのは、なんといってもオルガンだね。確かに全体的にオルガンがかなり印象的に使われていますね。このオルガンの音色によって、曲全体がヨーロッパの、バロック音楽を思わせる曲調になっているんだ。メルゼナさんはドラキュラがモチーフになっているから、ヨーロッパの音楽というのはまさにぴったりなんだよね。なるほど、オルガンといえばドラキュラって感じします。うんうん、メルゼナさんの上品な感じと、それでいて残虐な一面を見事に表した曲だと思うよ。ただかっこいいだけじゃなく、ホラーチックな感じが癖になりますよ。この曲は体験版の時点ですでに聴くことができたから、サンブレイク発売前からすでにかなりの人気だったんだよね。へえ、発売前から人気って伝説的な一曲ですね。ちなみにコーラス付きの専用 BGM を持つメインモンスは、バルクさんとマガドさんに次いで3番目なんだよね。おお、そういった歴史的にも意味のある曲だったんですか。そう、重低音のオルガン演奏と多彩な管楽器が持ち味の、他にはない存在感の名曲だよ。アカニシムルヤエンというタイトルもメルゼナさんにぴったりですし、しっくりきすぎな曲ですね。続いては、熱血 BGM? ディノバルト灼熱の刃。この曲は最初から最後までずっと盛り上がる楽曲というのが、コンセプトだったらしく、そのコンセプト通り、常に盛り上がり続ける熱血な曲になっているんだ。ディノさんの荒々しい感じにめちゃくちゃマッチしてますね。もう一つのコンセプトとして、荒々しい強戦士的なイメージ、というのもあったらしく、思わず戦いに出たくなる曲だよね。いや本当に気持ちが高ぶるメロディーです。あと、裏で鳴ってる金属的な音も癖になりますね。その音はどうやら、牙で尻尾を飛ぶという、ディノさんの特徴から着想を得て入れられた音らしいよ。おお、モンスの生態が曲に逆輸入されるのは面白いです。それに中盤では音の数が減って、曲が分断されたような印象を感じるんだけど、もしかしたらこれは残留のディノさんだから、曲も切られているという表現なのかもしれないね。それだったら熱すぎますよ、メッセージ性エグいです。同じクロスの四天王の曲でも、落ち着いているミツネさんの曲とは対照的な、激熱すぎる曲だね。壮大さや美しさとはまた違う、まさに熱血 BGM ですね。続いては、神との戦いを思わせる曲。シャガルムガラ、光と闇の転生。シャガルさんの妖怪のゴアさんの曲は、かなり物々しい恐怖感を煽るような曲なんだけど、シャガルさんのこの曲は、どこか切なさがありながらも、勇ましさも同居しているという美しい曲なんだよね。まさに光と闇がどちらも垣間見えるような曲ですね。うんうん。シャガルさんの見た目も相まって、どこか神様との聖戦のような、そんな壮大なイメージが湧く曲だよ。4のストーリーはラスボス戦にかけて、かなり盛り上がっていくから物語の流れと一緒に、この BGM がめちゃくちゃ心に突き刺さりまくるんだよね。確かに4のあの熱いストーリーの流れで、この曲を聴いたら絶対忘れられないですよ。ちなみにこの曲には面白い秘密があって、ゴアさんの曲の光蝕む街灯を速さを合わせて重ねると、各所のフレーズがぴったり揃うんだ。何ですか、その凄すぎる仕掛け？ちょろっと聞いただけだと全然印象が違う曲同士だから、なかなか気づかないだろうね。いや、これ最初に気づいた人、天才すぎません。っていうか、その仕掛けを入れた作曲者さん天才すぎません。
両体のゴアさんと生体のシャガルさんを生かした最高すぎる演出だよ。この秘密がもっと有名だったら今回の総選挙でもトップ10入りしてたかもです。続いては日の江と美濃とのデュエット。百竜の炎言なるはたた姫、百竜の炎言。なるはさんが牧彦さんを取り込んで百竜の炎言になった後に流れる戦闘 BGM だよ。確かなるはさんと牧彦さんの戦闘 BGM は日の江さんと美濃とさんがそれぞれ歌う曲でしたが、二体が融合した炎言なるはさんの BGM は二人がデュエットするんですね。そう、わかりやすく熱い演出で二人の声が聞こえた時点で鳥肌ものなんだよね。曲で炎言なるはさんの特徴を表現してるわけですね。曲の前半では二人が交互に主旋律を歌っていて、もう一人がハーモニーで重なるようになっているんだけど、サビの直前で一瞬だけ伴奏がピタッと止んで、ことによるメロディが書き鳴らされた後、オーケストラ全体の演奏でサビに突入するんだよ。ここの盛り上がりがヤバすぎてプレイしてた時は、思わず声が漏れちゃったよね。その気持ちもわかりますよ。壮大さが半端ないですもん。日の江と美濃とのファンも多いし、炎言なるはさんは乱獲しまくって戦闘は飽きたって人も、曲だけは何度聴いても最高って感じるはずだよ。この曲が流れるなら乱獲も苦じゃないです。続いては、放流の恐ろしさ。ウカムルバース、絶対レイド。ウカムさんの初登場はセカンド G で、ダブルクロスから長らく登場していないし、ウカムさん自身はアゴシャベルとか、散々なあだ名をつけられているけど、この曲だけは未だに超人気なんだ。ウカムさんって完全にネタモンスかと思ってましたが、曲はめちゃくちゃかっこいいんですね。そうなんだよ。アカムさんの曲は恐ろしさとか威圧感が強調された曲なんだけど、ツイとなるウカムさんはそれだけじゃなく、荘厳さとか美しさも表現されていて、また違った出来になっているんだよね。雪山神王というのが曲で伝わってきますね。この曲もカーナさんの曲と同じくピアノが特徴的に使われていて、冷たさがひしひしと感じられるよね。絶対レイドというタイトルがしっくりきすぎます。あと、ウカムさんの被害から守るべき、ボッケ村の曲のアレンジがあるのも憎いんだよね。うおう、それは熱くなりますね。まさに最後の試練って感じで、セカンド G のラスボスにぴったりの曲なんだ。何年経っても色あせない、まさに名曲です。続いては、疾走感に溢れた BGM。ナルガクルが闇に走る赤い残光。金管楽器の歯切れの良い音と明るめの音がたくさん使われていて、ナルガさんのスピード感がビンビンに表現されている曲なんだ。この曲を聴くだけで、ナルガさんのあの動きが、鮮明にイメージできちゃいますね。曲自体の人気もめちゃくちゃ高くて、この曲が好きだから、ナルガさんが好きになった、なんて人がいるくらいなんだよ。その気持ちもよくわかります。それぐらい曲とモンスがマッチしてますよ。どうやらこの曲はサスペンスをイメージして作曲されたらしく、それを意識して聴くと、確かに曲中盤は、探偵が推理しているような、そんな雰囲気も感じられるんだ。闇をかけるナルガさんならではのコンセプトだよね。探偵という名のハンターが犯人のナルガを追う、そんなイメージもできますね。また音楽的な話をすると、曲全体を通してテンポが一定じゃないんだよ。イントロからしばらくは5拍子と6拍子が入り混じっていて、その後は5拍子になる、最後は4拍子になるんだ。へえ、若干不安定な感じなんですね。そうそう、このテンポの変化がつかみどころのないナルガさんの動きのようで、そんなところもぴったりの曲だよね。マジでよく考えられて作られてますね。なんでトップ10入りしなかったのか不思議です。いやー、単純に曲を聴くだけでも最高でしたが、人気曲の裏側も知れてめちゃくちゃ面白かったです。モンハンはストーリーやアクションだけじゃなく音楽も最高だから、こういった総選挙的なことは定期的にしてほしいよね。今後生まれるであろう新たな神曲たちも楽しみですね。ワイルズではどんな曲が生まれるか待ちきれないね。というわけで今回の動画は以上です。右上のツイッターのフォロー、チャンネル登録もしてくれると励みになります。それではご視聴ありがとうございました。